専用車両福岡シティループバス、グリーンとは、西日本鉄道が2008年9月22日から2014年9月28日まで、福岡市内で運行していた循環バス路線である。略称はグリーンあるいは福岡シティループバス。西鉄創立100周年記念事業の一環として2008年9月22日から、 博多や天神をはじめとする福岡市中心部を訪れる観光客の利便工場を目的として運行が開始された。キャナルシティ博多、福岡タワーなどの福岡市内の主要観光地を結ぶ循環バスで通常の路線バスとは違い観光を主眼としたルート設定となっていた。また、運行開始日である9月22日に これまで、西鉄観光バスが運行していた福岡、定期観光バスが廃止になったため、その代替の意味合いも兼ねていた。当初は毎日運行であったが、2010年3月1日のダイヤ改正から、平日の運行が中止され、土日祝日のみの運行となり、2014年9月28日には、同日最終便をもって運行を終了した。 延べ約35万人の利用があったが、2012年3月24日に、福岡オープントップバスの運行が開始されたことで、利用客が減少していた。桃地浜営業所が保有する合計4台の専用車両によって運行されていた。在来の中型車を改造したもので、JR 九州の特急車両などのデザインを手掛けた、工業デザイナー、三戸岡栄二によるデザイン。 2011年には、グッドデザイン賞を受賞した。車体は、緑色と白色を基調とし、大きく、グリーンと書かれていた。車内は床をフローリングとし、座席も、木製の板に、緑系の模様が入ったクッションを貼ったもので、4台の、うち5721が3方シート、5718から5720が、 通常の路線バスと同じ配置のシートとなっていた。路線運行終了後、5718号を、市が東内線専用車両として、2015年4月1日から運用していたが、2018年に運行を終了した。行き先表示器は、一般の路線バスと同じ LED 式のものを使用し、側面表示器の表示は、 一般の路線バスと同様に経由地を表示していたが、前面はシティループバス、グリーン、背面はシティループバスという表示で固定されており、内容は変化しなかった。前述の通り、4台の車両で営業されており、9時台、20時台を30から60分間隔で運行していた。運行は土日祝日のみ。かつては、 博多バスターミナル発16時50分までの13便は、美術館、ルート、17時50分以降の4便は、ナイト探索ルートとし、時間帯によって経路が異なっていた。運転は、車両が所属している、桃も浜営業所の乗務員が担当していた。1回の乗車につき、全区間260円均一。IC カードにもかの利用が可能であった。 道路線で使用できる1日乗車券、グリーンパスが設定されており、同バスの運行終了とともに発売を終了したが、2015年2月7日に対象エリアが追加され設定が復活し、新たに、ダザイフライナーバス、旅人を対象路線に追加した、グリーンパスダザイフが追加設定された。また福岡オープントップバス乗車券、サンクパス。 福岡体験バスチケット、福岡一米パス、福岡ツーリストシティパスでの利用も可能である。それ以外の西鉄が発行する定期券、1日フリー乗車券、社員証での乗車はできなかった。通常の西鉄路線バスとは違い、前乗り後ろ振り先払い方式であった。停車地は観光スポットに近い停留所のみに絞られていた。美の院は本で、 バス停が、これまでの場所の向かい側に変更されたことを記す。番号順の運行。串田神社、博多町やふるさと館前、福岡市博物館、防災センター前以外の停留所は、在来の西鉄バス停留所に併設されているが、標中は専用のポールを設置しており、停留所名称が、在来の停留所名と異なる、停留所がある。 時期に応じて、期間限定で社内で特別なイベントを開く場合があるが、その代表的な例として、福岡市博多区の伝統芸能、博多和歌を社内で実演する、博多和歌グリーンを運行させることがある。なお、博多和歌グリーンは2009年10月25日から1年間は、月1の定期便に格上げし、同時にグリーンパスには日課せんべいの、 製造販売元である、下の目堂の協力を得て、博多に、我が面がついた。その後も運行終了まで、月1回のペースで開催された。クリスマス時期には一部車両の後部に、イルミネーション装飾を取り付けて、乗務員が、緑色のサンタクロースの衣装で運転する便もあった。福岡シティループバス、グリーンダイヤ改正。西日本鉄道。 2010年2月3日閲覧。西鉄、福岡市内の観光スポット巡るバス、グリーンを終了へ。毎日新聞。h t t p 毎日 j p セレクト、ニュース、2014万902キロ000、メートル02008500、CHTML2014 年9月29日、閲覧。福岡シティループバス。 グリーン新ルートを走ります。西日本鉄道、2011年2月21日閲覧。福岡シティループバス、グリーン新ルートを走ります。西日本鉄道、2012年3月27日閲覧。福岡シティループバス、グリーン3、23ダイヤ改正。西日本鉄道、2013年3月14日閲覧。 福岡シティループバスグリーン平成26年9月28日をもって運行終了いたします。西日本鉄道2014年9月7日閲覧。福岡シティループバスグリーン2011年度グッドデザイン賞受賞。西日本鉄道2011年10月4日閲覧。滋賀島内線にグリーンを使用車両を投入。 西日本鉄道ニュースリリース2015年3月26日滋賀東内線専用バス車両の出発式典を開催しました福岡市公式広報映像2015年4月1日福岡の観光をバスで楽しむ新乗車券グリーンパスグリーンパスだ財布発売西日本鉄道ニュースリリース2015年1月27日 大好評、博多に和歌、グリーンおかげさまで、定期運行が決定しました。西日本鉄道、2009年10月25日閲覧。ライトアップ、グリーン運行。クリスマス期間中は、ないと運行します。西日本鉄道、2010年3月3日閲覧。ありがとうございます。